ヨセフ、こっちへ来なさい。何、伊藤さん。ヨセフの父イスラエルはラケルの子であるヨセフを特別に可愛がっていた。だが兄たちはそれを快く思わず、ある時ヨセフを井戸に突き落とした上、アラブ人の商人に売り渡した。本当にヨセフは死んだのか。はい、獣に襲われたのでしょう。ヨセフ。エジプトの役人に買い取られたヨセフは、すぐにその知恵と働きで使える者たちの頭となった。しかし主人の妻がヨセフを気に入り、何度も誘惑したため、ヨセフはこれを拒んだ。逆上した妻はヨセフが自らを襲ったと主人に告げ、このためヨセフは牢獄へ追いやられた。それがさっぱり意味がわからないんだよな。どうしたんです二人とも。実は今朝二人とも不思議な夢を見たんだ。不吉なことの始まりかもしれない。どんな夢です？私に聞かせてください。その夢を解いて差し上げます。ヨセフはこの二人の夢を解き、一人は三日後に釈放され、パロの旧市長に戻され、一人は木にかけられると予言した。三日後、夢解きは現実となったが、旧市長はヨセフのことを忘れ、ヨセフはさらに2年間牢獄で過ごした。あいやー、何か分かったか？心配ございません、パロ様。あなたの栄光はご安泰でございます。そんなことは聞いておらん。夢の内容を解けと言っておるのだ。そう、それは帰れ。どいつもこいつも役に立たん。誰かわしの夢を解ける者はおらんのか？恐れながら、パロ様。なんだ？私に心当たりがございます。わしの夢を解ける者がおるというのか。だから早く連れてこい。はい。こうしてヨセフはパロの夢解きをするために牢を出て、パロが見た二つの夢についてその夢解きを行った。だがそれらはエジプトに7年の大豊作の後、7年の飢饉が訪れることを意味すると説いたため、人々はこの言葉を恐れた。ヨセフ、お前は本気で言っておるのか？はい、これは神様がなされようとしていることです。しかしもしパロ様が悟くかつ賢い人を立てて、7年の豊作の間収穫の5分の1を蓄え管理されるならば、後に来る飢饉を耐えることができるでしょう。パロはヨセフの夢解きを信じ、彼をエジプトの司に任命した上、ザフナテパネアという名を与えた。ヨセフはこの時30歳であった。ヨセフはエジプトをあまねく回り、7年間の豊作の間食料をまちまちに納めさせた。パロはヨセフの仕事を評価し、彼は多くの財産を得るようになった。やがて7年の豊作が終わり、ヨセフの言う通り飢饉が訪れ、それは広く周辺まで広がった。ヤコブは末の子ベニヤミンを除く子供たちを食料を得させるためエジプトへ送った。この者たちを私の部屋へ案内しろ。あなた方が来たのは神様の導きです。兄さん、
私の名はヨセフです。ヤボク川で天使に打ち勝ったイスラエルの子、あなた方の弟ヨセフです。ヨセフは恩衆となっていた兄たちを許し、イスラエルは息子たちと共にエジプトに下り、ヨセフと再会した。彼らはエジプトで全ての飢饉を逃れ、彼らの子孫もまたエジプトに住み、イスラエル人はエジプトで産み増えていった。やがて時は流れ、人々はヨセフのことを忘れ、イスラエル人はエジプトの奴隷として扱われるようになり、その労役は悲惨を極めた。しかし彼らは400年が経てば神様が解放者を送り、エジプトからイスラエルを救い出すという予言を信じていた。当時のパロはこの予言を恐れて、イスラエルの男の発言をすべて殺すように指示した。やめて！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 あなたの命は神様に委ねるわ。生きるのよ。あそこに何かあるわ。赤ん坊だわ。なんて可愛い子なの。私が育てようかしら。しかしあなたは仮にもエジプトの王の娘、イスラエルの者を子供にするなど。黙りなさい。育てると言ったら育てるのよ。では、乳母はどうするのです。あの、お姫様。何をしているの？あなたが来るところではないわ。ヘブル人の乳母を知っています。私が連れてきましょうか。連れてきなさい。この子供はモーセと名付けられ、パロの宮中で育てられた。実の母ヨケベテは乳母となり、モーセが成長するまでの間、モーセの世話をし、周囲には隠れてイスラエルの先民教育をモーセに行ったのであった。ヤコブはサタン屈服の象徴露呈を勝利した。今度はモーセが継承露呈を勝利して実体露呈を行くメシアの道を切り開くのですね。ああ、モーセはいわばメシアの模擬者であり、神様の代理としてイスラエル民族の前に立つ。そしてここエジプトからイスラエルの民をカナンの地へ導き出すのだ。それはメシアが人類を罪悪世界から導き出し、創造本然の世界へ導くことの模擬露呈なのですね。問題はイスラエルの民がモーセと一つになれるかだ。イスラエル民族はメシアを迎えた時の人類を象徴している。彼らがどのような信仰で彼と一つとなっていけるのか、モーセの露呈には今後の摂理の方向が秘められていく。モーセよ、私たちは天使、あなたの先祖の神様、すなわちイスラエルの神様の使いです。あなたはイスラエルの民を率いてエジプトを出なさい。そしてイスラエルの故郷カナンを目指すのです。私にイスラエルを救えというんですか。しかしどうやって民を導けば。モーセよ、あなたの中にはイスラエルの血が流れています。同胞を愛するその心に従い、勇気を持って行動しなさい。
モーセの心には次第にイスラエルの同胞を愛する情が湧き上がり、エジプト兵が同胞を虐待する姿を見たとき、彼はこれを遮り、エジプト兵を殺した。しかしイスラエルの人々は、モーセを同胞とは認めず、むしろ彼を遠ざけ、一つになろうとはしなかった。衛兵が一人死体で見つかった。お前がやったのか。確かに見たものがおります。どうなんだモーセ。確かに私がやりました。モーセどういうことだ。エジプト兵を殺して奴隷を助けたと聞いたぞ。私はイスラエルの血を引く者。彼らは私の同胞です。神様は私を選び私に言いました。イスラエルを連れてエジプトを出ようと。本気で言っているのかモーセ。お前がイスラエルの解放者だというのか。そうです。何を言っているんだお前は。何を言っても変わらんのか。はい。ならばエジプトを追放する。ただしそれはお前一人だ。イスラエルは我らの奴隷。奴らはどこにもやらん。従わないならたとえお前でも死は免れん。連れて行け。はい。お別れだなモーセ。モーセはエジプトを逃れミディアンの荒野にたどり着いた。ちょっとあんたたち、サボってないで早くやんなさい。日が暮れるわよ。はい。誰の許可取ってこの井戸使ってんだ。この井戸は昔からみんなで使っているもので、誰のものではないわ。うっせぇ。なんだお前は。覚えてろ。助けていただいてありがとうございます。いえ。やがてモーセはチポラと結ばれ、羊飼いとして40年の歳月をミディアンで過ごした。モーセよ、靴を脱ぎなさい。ここは聖なる場所です。エジプトにいるイスラエルの叫びを神様は聞かれました。あなたは再びエジプトへ下り、彼らをカナンの地へ導きなさい。私はミディアンの羊飼いです。何ができるでしょう。神様は必ずあなたと共にいます。この炎がその印です。彼らが私を信じるでしょうか。イスラエルの先祖の神、私はあると言われる方があなたを呼んだことを告げなさい。神様はあなたに三大奇跡の約束をくださいます。心配してはいけません。しかし私は口も重く舌も重い人間です。イスラエルの民を導くなど、どうか他の適当な人を使わせてください。あなたの兄アロンを神様は準備しました。彼は言葉に優れた人です。彼はあなたを探しに出てきています。彼を通して語りなさい。モーセよ、恐れてはいけません。神様が再び
私を選ばれた。モーセはアロンと再会し、すべてを語り、アロンはイスラエルの民にこの言葉を語り、イスラエルの民はモーセを信じた。何？モーセが？通せ。モーセか、久しぶりだな。何しに来た？イスラエルの神が民をエジプトから連れ出すよう私に命じました。イスラエルの神？そんなものは知らん。どうか私たちを行かせてください。そうしなければ神様がエジプトを打たれます。ハロである私を脅すのか？イスラエルはエジプトの奴隷だ。お前たちも早く奴隷の仕事に戻るがいい。おい、連れて行け。行け行け、うん、ラメセスは頑なになり、さらに厳しい労役をイスラエルの民に課した。民の生活は以前よりひどいものとなった。モーセ、何が私たちを導き出すよ。あなたが来てから仕事がきつくなったわ。お前は俺たちを殺す気か？そうだ、なんとかしろ。よせ、みんな大丈夫だ。行こう、モーセ。何しに来た？お前と話すことはない。私たちを行かせてください。神様は急がれています。お前の神の話など知らん。アロン。ハロ様、恐れることはありません。まやかしです。ご覧のように、彼の行ったことは神によるものではなく、まやかしです。モーセよ、小ざかしいぞ。モーセの蛇がお前の蛇を飲み込んでいるぞ。どういうことだ？これは神様の技です。私の技は神様によるものです。私たちを生かせてください。お前の指図は受けん。お前の民は私のものだ。その後、神様はモーセを通し、次々とエジプトに災いを起こした。その度にモーセはパロにイスラエルの民を去らせるように求めたが、パロは頑なにこれを拒んだ。モーセはイスラエルの人々に子羊を祭物とし、その血を鴨居と入り口の柱に塗りつけるように指示した。この血の印のあるところだけは、災いが過ぎ越していくようになっていたからである。息子は死んだのか？モーセよ、出て行くことを許そう。しかし、それは3日の道のりだけだ。
民を引き連れエジプトを出た。パロによって与えられた3日の期間は出発の3日予定であり、アブラハムがイサクを捧げた時、ヤコブがラバンを欺いてハランを出た時の3日予定と同じ意味を持ち、摂理予定を出発するにあたり、サタンを分立する3日予定を通過しなければならなかったのである。モーセよ、3日が経ちました。ここからは神様があなた方を導きます。昼は雲の柱、夜は火の柱を持って行く道を示してくれるでしょう。信仰と勇気を持って進みなさい。神様は21日でカナンへ通じる近道、ペリシテ人の住む道ではなく、21ヶ月の期間を要する航海を渡る道筋へと導かれた。これは一時路程における失敗により、イスラエル民族の立てるべき桃源条件は過重されていたことを意味する。ハーブ、何を弱気になっているんだ。お前はエジプトのパロではないか。追え、そして奴らを殺してしまえ。奴らを追うぞ。兵どもに屈するな。出撃の準備をしろ。奴隷どもを逃がすぞ。おい、あれを見ろ、エジプトの崩れた。パロが、我々が逃げたのを知って殺しに来たんだ。お前はやっぱり薬病神だ。お前の言う通りした結果はこれだ。モーセ、逃がさんぞ。モーセとイスラエル民族はさらにカナンを目指して荒野を進んだ。しかし荒野の道のりは険しく、民の心には不満が募った。彼らが真の荒野に着いた時、民はモーセに向かってつぶやいた。エジプトには肉もありパンもあった。しかしここには食べるものが何もない。こんなことならエジプトに死ねばよかった。そうだよ、本当に心配してはいけない。神様は夕には肉を、朝にはパンを我々に与えてくださる。
モーセが言う通り、夜になると彼が宿営するところにはうずらが集まり、彼らはそれを取って食べた。また朝になると露の下には薄い衣のようなものがあった。これはマナと呼ばれ、彼らはこれを蓄えながら荒野を進んだ。しかしレビデムに宿営した時、今度は水がないと民はモーセに不満をぶつけた。モーセは神様の導きで杖を持って岩を打ち、水を出させた。堕落人間は結局自分のことが可愛い。これから先もっと厳しい荒野が待っている。私は奴らの心を刺激しよう。そして奴らがモーセを撃ち殺せば終わりだ。いや、その前にモーセが耐えられなくなる。モーセが民を切り捨てればそれも終わり。聖書において岩はキリストを象徴している。メシアのモギロテを行くモーセが岩より水を出して民を生かしたことは、将来メシアが来られ永遠の命に至る水、すなわち御言葉によって人を生かすことを表していた。民はさらに進み、市内の荒野に入った。モーセよ、なぜ暗い顔をしているのです？民は飢えつかれ苛立っています。いつ私に襲いかかり不信仰を犯すか。モーセよ、シナイ山に登りなさい。そこであなたは40日間断食し、神様に祈りなさい。神様はあなたに律法と戒めを書き記した石板を与えてくださいます。あなたはそのために全身全霊で聖聖を捧げなさい。あなたが山にいる間、誰一人あなたに近づけてはなりません。ヌンの子ヨシュアを立て、その道を守りなさい。モーセはシナイ山に入り、40日間断食祈祷を捧げ、聖聖を尽くした。しかしイスラエルの民は、時が経つにつれ、再びモーセを不信した。モーセはいつ戻るんだ？いつまでこんなところで待たせるつもりだ？もう少しだ。とにかく待とう。あいつだけ逃げたんじゃないのか？そうだ、あいつだけは逃げたんだ。そうだ、そうだ、あいつはお前たちを捨てて逃げたんだ。あの、私はもうあいつを信じられない。俺たちにはもっと目に見える形の神が必要なんだ。偶像を作れというのか？アロン、なんとかしろ。そうだ、なんとかしろ。上がった上がった。すぐに金のものを集めてくれ。すべての女たちの金のものを集めるんだ。モーセの40日断食祈祷は人間の限界を超えた祭物であった。モーセがこの祭物を捧げる中、神様はモーセに新たな信仰の対象となる幕屋と契約の箱を作るよう指示した。そして40日断食の勝利とともに、神様は御言葉の刻まれた2枚の石板をモーセに授けた。よく勝利しました。この石板に刻まれているのは神様の御言葉です。人類の堕落以降、あなたは初めて神様の御言葉を復帰したのです。これが新しいイスラエルの神だ。ヨシュア、モーセ、変です。何か騒がしく、どうやら祭りを行っているようです。急ごう。何をやってるんだお前たちは。
ということをしてくれたんだ。すまないモーセ。神の不信仰を見たモーセは烈火のごとく怒り、その怒りのままに石板を壊した。どうか彼らの罪を許してください。神様の前に罪を犯した者の名は全て消し去られます。あなたは神様の示す約束の地へ民を導きなさい。あなたに付き従わない者たちは私たちが討ちます。あなたは再び市内の山へ入りなさい。こうしてモーセは再び市内山に入り、40日断食祈祷を始めた。40日断食はサタン分裂の40日期間であり、信仰期待であった。モーセは再びこれに勝利し、民もモーセを信じ、悔い改めの中で彼に従順に従ったため幕屋建設に入った。イスラエルは市内を出て3日進んだが、そこは果てしない荒野であり、彼らは再びモーセを不信した。神様は怒りを表し、彼らの上に火が降り注いだ。お前たちはいつまでつぶやきだ。神様が我々を導いてるんだ。モーセ、わかるが、この道は険しくてはやってられないよ。何肉が食いたいんだ。私は魚が食べたい。エジプトにはたくさん食べ物があったわ。今はこのマナしかない。これだから堕落人間は面白いものだ。食べ物がなければマナでも喜んだ。しかし今度はマナだけでは物足りないと。よく深いものだ。残念だが、またしても一体化できないようだ。イスラエルがカナンを前にして侵入したサタンを分裂するためには、40日サタン分裂の条件が必要であった。それゆえ神様はモーセに命じて12名の族長をカナンの地に送り、40日間にわたり偵察させた。しかしヨシュアとカレブ以外は不信仰を犯し、カナンの地は他の民が住み、イスラエルは到底太刀打ちできないと悲観的な報告を持ち帰った。やっぱり約束の地なんて夢だったんだ。みんな聞いてくれ。我々が見てきたカナンは素晴らしいところだ。神様が我々を導く。今までもそうだったじゃないか。そうだ、勇気を持って進もう。嘘だ。ヨシア、カレブ、お前たちは嘘ついている。そんなに行きたければお前たちは行け。そうだ。モーセよ、この民はいつまで神様を侮るのですか。神様が嘆いておられます。第一次露呈では40年前ハロの息子としての位置に立っていたあなたを信じ、一つになれずエジプトを出発できませんでした。ようやくエジプトを出発し、さまざまな奇跡を通し導いてきた第二次露呈、最後のチャンスであった40日カナン偵察で彼らは再び神様を不信しました。もはやエジプトを振り返る彼らは皆この地で朽ち果てるのです。そんな。ただし荒野で生まれ育ったエジプトを知らない彼らの子供たちは生き残るでしょう。あなたとイスラエルは40日カナン偵察の日数に従い、一日を一年とし、40年の間荒野で罪を償うのです。その間にエジプトを知る外敵イスラエルはヨシュアと
カレブを除き皆滅び、カナエンはエジプトを知らない内的イスラエルのみ入ることができます。あなたは40年の間しっかりと彼らを導きなさい。40年、また荒野をさまようのか。モーセとイスラエルは出発の摂理のためカデシバルネアに移ったが、民はここでもモーセに向かってつぶやいた。モーセはこの民の姿に怒りを発したが、神様は再び岩を打ち水を出すようにモーセに指示した。決起に走ってはなりません。あなたは再び岩を打ち水を出しなさい。いつまで彼らのために忍耐すればよいのです。モーセよ、心を静めなさい。あなたはただ神様に代わって民に水を飲ませなさい。モーセ、もう疲れただろう。あのどうしようもない奴だ。なぜお前が苦労する必要がある。あの姿を見ろ。何度奇跡を見せてやった。何度救ってやったのだ。それでもまだ奴らの心は変わらない。お前の怒りをぶつけてやれ。背く者たちを引け。なぜ私がお前たちのために水を飲ませなければならないのだ。モーセ、落ち着け。神様の聖なる技を示すんだ。愚か者たちをよく見ればいい。お前の怒りは当然だ。見たかお前たち、モーセは確かに岩を二度打ったぞ。ああ確かに二度打った。岩を打って水を出すということはメシアを象徴するのだろう。その水の出る岩をもう一度打つということは、たとえメシアが降臨したとしても人類が不信するならば私が撃つことができるということをモーセは示したということだ。メシアの模擬者であるがゆえ、モーセの失敗はモーセ一人では終わらない。皮肉なものだ。しかしこれで終わったわけではない。モーセの過ちにより外敵にはあなたの侵入を許した。ゆえにモーセも含め外敵イスラエルは荒野で滅びるだろう。しかし神様、ヨシュアを立てる。彼がモーセに代わりマクヤを信奉し内的イスラエルと一つとなるならば、あなたは断じてできないはずだ。40日、カナン偵察の失敗を当面復帰するため、モーセとイスラエルは再び40年の間荒野を巡った。その間エジプトを知る外敵イスラエルはアロンをはじめ次々と荒野で生き絶え、二世すなわち荒野で生まれたエジプトを知らない内的イスラエルへと摂理は受け継がれていった。そして40年が過ぎようとする頃、神様はモーセを呼ばれた。モーセよ、あなたはあの山ピスガの頂に登りなさい。神様があなたに約束の地を見せてくださいます。しかし、ヨルダン川を渡ればその地に行けるのでは。あなたはその地を見ることはできますが、行くことはできません。あなたはイスラエルの人々に岩を打ち神様の聖なることを表すべきでした。しかしあなたは決起に走り岩を二度打ちました。それは将来来られる神の子メシアを打つことのできるサタン侵入の条件を作ったことを意味しているのです。あなたはヨシュアに命じ、あなたに代わって民を導かせなさい。私はカナンに行くことは
できないのですか？あなたはその地を見ることはできますが、行くことはできません。モーセは荒野に出て、神様に示された数々のことを律法にまとめ、高僧に読み聞かせるように命じ、最後の時を前にモーセはヨシアを選び、使命を託した。ヨシアよ、頼んだぞ。モーセ、一緒に行きましょう。私の役目はここで終わるのだ。しかし、ヨシアよ、行くのだ。はい。モーセ、あなたは偉大でした。モーセよ、よく来ました。あれが約束の地、カナンの大地ですね。そうです。神様がアブラハム、イサク、ヤコブに誓い、あなたに行かせようとしたカナンです。なんと美しい。モーセ、私は幸せです。長く険しい旅だったが、いつも神様が共にいてくださり、私を導いてくださった。私は神様のために生きることが何より喜びでした。今約束の地に行くことはできないが、こうして見ることは許された。それだけで十分です。モーセ、あなたの信仰は見事でした。安らかに行きなさい。ヨシュアを中心とするイスラエルはヨルダン川を契約の箱を先頭にして進んだ。契約の箱がヨルダン川に入ると、航海の奇跡と同様、川の水は分かれ、分かれ出た陸地をイスラエルは進んだ。ヨルダン川を渡ったイスラエルはエリコに進軍し、エリコ城を陥落させた後、ベテホロの戦いにおいてその地の19王を滅ぼし、メロムの激戦でさらに12王を滅ぼし、激戦に次ぐ激戦に勝利し、その地を治めていた31王すべてを滅ぼし、カナンの地をイスラエルのものとした。モーセの身代わりとして立ったヨシュアを中心として、内的イスラエルが契約の箱を信奉してカナンに入った。これによりアブラハムの時に建てられたメシアのための家庭的基台は民族的基台へと拡大されたのであった。しかしサタンはエジプト王国を中心としてさらに強固な王国を建設していたため、摂理は神殿を中心とした王国建設の時代へと